はい、こんにちは、竹下敦です。僕はですね、ギターも弾くんですが、歌も歌っておりまして、ボーカルは、沢井真理子先生という、元アイドルで、今はアイドルさんなんかの替え歌を入れたりとか、あと声優さんのね、替え歌なんかを入れたりするようなお仕事をされている方に、ボーカルのレッスンを受けております。でですね、この世の中にはとても歌のうまい方ってたくさんいるんですね。YouTube なんかで聞くとやはりすごくうまいですよ、皆さん。でそんな中でなんで僕がね続けていられるかと言いますと、沢井先生に、言われたのが声がいいと。で声のピッチね、ドレミファソラシド、そういうピッチっていうのは必ず練習すればピッチを取ったりすることはできると。ただ声の質というのは天性のものなので、そればっかりは練習でどうにもならないと。確かに今の段階で声のピッチは不安定ですと、そういうふうにはっきり言われまして、ただ声の質がとてもいいので、絶対に続けるべきですと。そんなに僕は自信を持っていろんなことができるタイプではないので、すごく自信がなかったんですけど、そのことをね言われて、練習すればね必ず、いつの日かは声のピッチもねきちっと、ピッチが取れるようになると。で声の質っていうのはもう生まれ持ってのものなので、それはもうある意味ラッキーですよね。ありがたいことで。で、練習をいろんなボーカルの教室に相談してみたんですけど、なかなか受けてくれる、お教室がなかったんですね。で、そんな中で黒沢楽器さんの音楽教室みたいなのがあるんですが、そこでギターを、西野カナさんなんかのバックバンドでギターを弾いたりとか、あとアレンジャーなんかもされている、加納治先生という、ギタリストがいらっしゃいまして、その人のつながりで、沢井真理子先生を紹介していただいて、今レッスンをしている最中です。僕のねとても大切な、先輩に、竹下そんなに歌下手なのによく恥ずかしくもなく歌ってられるなって言われたんですね。で恥ずかしいか恥ずかしくないかって言われれば恥ずかしいです。はい、恥ずかしいんですけど、練習すればね必ず人間って上達するんですよね。で僕はそういうふうにポジティブなことをね、ダメだとか、うまくいかない、そういうことを言ってくださる気持ちっていうのはね、わからないことはないんです。ただ練習して上手くなるんだったら練習すればいいじゃないですか。でも声の質っていうのは持って生まれたものなので、これはもう本当に神様に感謝するしかないですね。特に何か宗教やってるわけじゃないんですけど、そんなわけでね、来る日も来る日も、歌を歌ったりね
ギターを弾いたりしてるんですが、今の YouTube でね、毎日のように、歌を歌ったりギターを弾いたりしてる動画をアップロードしてるんですが、登録者数、チャンネル登録者数が、1000人を超えていて、なおかつ、再生時間、ね、が、4000時間を超えると、いくらか の、 あの広告収入みたいなのが入るんですが、今3999時間まで来ております、ここはぜひね、このチャンネルを、見てくださってる方、そして初めてね、僕のチャンネルに来た方、ぜひここは協力していただきたいと、そうしましたらね、多少の収益が上がりまして、さらにいろんなね、機材の購入や、レッスンの、まあレッスン代当然ね、そういったプロの方に習うんで結構な金額いくんですよ。なのでね、ぜひね、応援していただければと思います。今日はね、ボーカルのお話をさせていただきました。はい。正直、そんなにうまくないですが、声はいいです。はい。子供の頃から声だけは褒められました。はい。そんなわけで、また次の動画でお会いしましょう。See you soon です。それでは。